皆さんどうも建築に恋してますか？この動画では白神小太郎がお付き合いさせてもらいます。軽く説明だけさせてください。この動画は2021年の一級建築士の過去問の施工の分野からランダム出題、解説抜き、シンキングタイム3秒の上級者向きとなっています。丸×問題形式です。丸か×かを聞きながら心の中で決定してください。何度も繰り返して理由も答えられるレベルまで上達できれば完璧です。問題文を読みましたら、3、2、1とカウントし、その後正解を発表します。では早速問題スタートです。一緒に頑張りましょう。設計図書館に相違がある場合の適用の優先順位として最も高いものは、一般に質問回答書である。3、2、1、答えは、丸、産業廃棄物の処理を委託する場合、元請け業者は原則として、廃棄物の量にかかわらず、廃棄物の種類ごと、車両ごとのマニフェストにより、廃棄物が適正に運搬されたこと、処分されたこと及び最終処分されたことを確認する。3、2、1、答えは、丸、指定確認検査機関による確認を受けた建築物について、特定行政庁が指定した特定工程に関わる工事を終えた日から4日以内に到達するように、中間検査申請書、を建築主事宛に提出した。3、2、1、答えは、丸、セメントミルク工法による規制コンクリート杭工事において、掘削時の指示層への到達確認については、掘削機の積分電流計の値から算出した N 値によることとした。3、2、1、答えは、×計画供用期間の9が、標準、の柱及び壁の石板の損地期間をコンクリートの材例により決定するとした施工計画において、損地期間中の平均気温が10度 C 以上15度 C 未満と予想されたので、普通ポルトランドセメントを使用したコンクリートについては、石板の損地期間を6日とした。3、2、1、答えは、丸、プレキャスト部材の製造については、部材の大型化や輸送費の低減を図るために、工事現場に仮設の製造設備や品質管理体制を整え、第三者機関の認定を取得した仮設工場で行う計画とした。3、2、1、答えは、丸、トルシア型強力ボルトによる本接合において、一時締め付け後に、ボルト、ナット、ザガネ及び母材に渡りマークを施し、専用のレンチを用いてピンテールが破断するまで締め付けを行った。3、2、1、答えは、丸、鉄骨製作工場で行う管理者の検査については、塗装実施前に工事施工者が行う受け入れ検査時に実際に使用する製品に対して直接行った。3、2、1、答えは、丸、材料の受け入れにあたって、鋼材の種類、形状及び寸法については、企画品証明書の写しに所定の事項が明示され、押印された原本相当企画品証明書により確認した。3、2、1、答えは、丸、木造軸組工法の住宅の建築工事に関して、2階床張りの釣り手を追いかけ台線継ぎとする箇所については、上木先端部が柱芯より 150mm 内外となるように花木が持ち出されていることを確認した。3、2、1、答えは、丸、屋根保護防水密着断熱工法によるアスファルト防水工事に用いる断熱材は、押し出し法ポリスチレンフォーム断熱材3種 BA、スキン層付き、が使用されていることを確認した。3、2、1、答えは、丸、セメントモルタルによるタイルアートは理工法において、外壁タイルの引っ張り接着強度を確認する試験体の個数については、100平方メートルごと及びその波数につき1個以上とし、かつ、全体で3個以上とした。3、2、1、答えは、丸、断熱材現場発泡工法における断熱材の吹き付け厚さを確認する確認ピンの本数は、スラブ下面及び壁面については5平方メートルにつき1箇所以上、柱及び梁については1面につき各1箇所以上とし、確認ピンはそのまま存置した。3、2、1、答えは、丸、電気設備工事において、鋼製ケーブルラックの水平支持間隔を2メートル以内とし、
直線部と直線部以外との接続部では、接続部に近い箇所及びケーブルラック端部に近い箇所で指示した。3、2、1。答えは、丸。後施工アンカー施工後の確認試験については、突起がなかったので、引っ張り試験機による引っ張り試験とし、1日に施工された。後施工アンカーの形及び仕様ごとにロットを構成した。3、2、1。答えは、丸。下部施工法によるアルミニウム製建具の改修工事において、既存枠への新規建具の取り付けについては小ネジ止めとし、止め付けについては、端部を 100mm、中間部の間隔を 500mm とした。3、2、1。答えは、丸。地上等の底所であらかじめ組み立てた大スパン構造の屋根加工等をジャッキまたは吊るし上げ装置を用いて所定の位置まで上昇させ設置する工法をリフトアップ工法という。3、2、1。答えは、丸。一般的な設計図書に基づく施工計画に関して、管理者は、工事施工者から提出を受けた、品質計画、施工の具体的な計画並びに1工程の施工の確認内容及び、その確認を行う段階を定めた施工計画書のうち、品質計画に関わる部分について、承認した。3、2、1。答えは、丸。公共工事において、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負い代金額が不適当となったときは、発注者または受注者は、請負い代金額の変更を請求することができる。3、2、1。答えは、丸。材料管理及び品質管理に関して、シーリング工事で用いるバックアップ材は、合成樹脂製でシーリング材に変色等の悪影響を及ぼさず、かつ、シーリング材との接着性が良いものを用いた。3、2、1。答えは、×。特定元型事業者の労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一場所において行われる建築工事の着手にあたって、当該作業の開始後、速やかに、特定元型事業者の事業開始報告、お労働基準監督署長宛に行った。3、2、1。答えは、丸。移動式クレーンによる2の吊り上げ作業において、送電電圧 6600V の絶縁防護のない配電線からの最小離角距離、安全距離については、1.0m を確保した。3、2、1。答えは、×。土工事及び山止め工事に関して、山止め工事において、切り張りが切り張り支柱の一部と平面的に重なってしまったので、切り張り支柱の一部を切り替えて、補強を行った上で、切り張りを通りよくまっすぐに設置した。3、2、1。答えは、丸。アースドリル工法による場所内コンクリート杭工事において、安定液は、ベントナイトを主体として、分散剤や変質防止剤等を加え、できる限り低粘性、低比重となるように配合した。3、2、1。答えは、丸。レディーミクストコンクリートの受け入れ検査において、指定したスランプ 18cm に対して 15.5cm であったので許容した。3、2、1。答えは、丸。コンクリートの締め固めについては、高消防径 45mm のコンクリート用棒型振動機の他に、型枠振動機及び木槌を併用したので、棒型振動機の挿入間隔を 80cm 程度とした。3、2、1。答えは、×。工事現場において、プレキャスト部材のエンクローズ溶接継ぎ手については、溶接後の鉄筋の残留応力が課題とならないように、同一接合部の鉄筋の溶接作業を連続して行った。3、2、1。答えは、丸。板厚が 13mm の鉄骨の鋼力ボルト用の穴開け加工において、突起のないものについては、先端穴開けとし、グラインダーを使用して切断面のバリが除去されていることを確認した。3、2、1。答えは、×。木造軸組み工法の住宅の建築工事に関して、出隅にある通し柱と動作との仕口については、大入れありかけとし、金折り金物を当て、六角ボルト締め、スクリュー釘打ちされていることを確認した。3、2、1。答えは、
発、ウレタンゴム系塗膜防水工事において、補強布の重ね幅については 50mm 以上、防水剤の塗り継ぎの重ね幅については 100mm 以上となっていることを確認した。3、2、1。答えは、丸、床コンクリート地下等し仕上げにおいて、ビニール床シートの下地となる床コンクリートの仕上がりの平坦さの標準値については、突起がなかったので、1メートルにつき 10mm 以下とした。3、2、1。答えは、×、軽量鉄骨壁下地において、スタッドの間隔については、突起がなかったので、ボード2枚張りとする箇所を 450mm 程度、ボード1枚張りとする箇所を 300mm 程度とした。3、2、1。答えは、丸、ガラスブロック積み工法において、伸縮調整目地については、突起がなかったので、6メートル以内ごとに幅20mm程度のものを設けた。3、2、1。答えは、丸、外壁に使用する押し出し成形セメント板、ECP のパネル相互の目地幅については、突起がなかったので、長辺及び短辺ともに 10mm とした。3、2、1。答えは、×、防火区画の壁を貫通するダクトにおいて、防火区画に近接して防火ダンパーを設けるにあたり、当該防火ダンパーと当該防火区画との間のダクトは、厚さ 1.6mm の鉄板で作られたものとした。3、2、1。答えは、丸、鉄筋コンクリートの増し打ち耐震壁の増設工事において、増設壁の鉄筋の既存柱への定着は、既存柱をはつって露出させた柱式に、増設壁の鉄筋端部 B を135度に折り曲げたフックをかけた。3、2、1。答えは、丸、内装改修工事において、特定天井の天井下地に該当しない軽量鉄骨天井下地、吊りボルト受け等の間隔が 900mm 程度以下かつ、天井面構成部材等の単位面積あたりの質量が 20kg 毎平方メートル以内を新設するにあたって、再利用する既存の埋め込みインサートについては、突起がなかったので、工事の当該階の3箇所に対してそれぞれ 400N の荷重による吊りボルトの引き抜き試験を行った。3、2、1。答えは、丸、構造物を解体しないで、機械または人力によって水平移動させ、あらかじめ作られた基礎の上に移す工法をスライディングフォーム工法という。3、2、1。答えは、×、一般的な設計図書に基づく施工計画に関して、管理者は、1工程の施工の着手前に、総合施工計画書に基づいて工事施工者が作成する工種別施工計画書のうち、工事の品質に影響を及ぼさない工種を省略することについて、承認した。3、2、1。答えは、丸、発注者から事務所の建築一式工事、括弧請負い代金額が7000万円以上、お請け負った元請け業者が当該工事を施工するために置く管理技術者については、当該工事現場に専任の管理技術者補佐を置いた場合であっても、当該工事現場の他の工事現場の管理技術者を兼務することはできない。3、2、1。答えは、×、材料管理及び品質管理に関して、コンクリート工事において、計画強要期間の9が、標準のコンクリートの練り混ぜ水として、エディミクストコンクリート工場で発生するコンクリートの洗浄排水を処理して得られる回収水で、チスに適合することが確認されたものを用いた。3、2、1。答えは、丸、騒音規制法による指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工するにあたって、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、特定建設作業実施届出書を市町村長宛に届け出た。3、2、1。答えは、丸、工事用の資材を上階に運搬するために鉄筋コンクリートの床スラブに設ける仮設用の開口については、補強や復旧等を含む計画書を作成し、管理者の承認を受けた。3、2、1。答えは、丸、土工事及び山止め工事に関して、軟弱地盤の掘削において、掘削位置の外周に余裕があったので、ヒービングを防止するために、山止め壁の背面側の地盤の透き取りを行った。3、2、1。
答えは丸、セメントミルク工法による規制コンクリート杭工事において掘削時に指示層への到達確認の記録が取得できない杭については、施工前にあらかじめ定めた代替の手法による記録を到達確認の記録とした。3、2、1。答えは丸、コンクリートの在齢28日以前に梁下の支保工の取り外しの可否を判断するにあたって標準養生した強子体の圧縮強度が設計基準強度以上であることを確認した。3、2、1。答えは×、設計基準強度60ニュートン毎平方ミリメートルの高強度コンクリートの打ち込みにおいて高性能 AE 減衰剤を使用しているので、外気温にかかわらず練り混ぜから打ち込み終了までの時間の限度を120分とした。3、2、1。答えは丸、計画供用期間の9が標準の建築物において耐久性上有効な仕上げを施すプレキャスト部材の屋外側の設計かぶり厚さは突起がなかったので、柱、梁、耐力壁については 35mm、 床スラブ、屋根スラブについては 25mm とした。3、2、1。答えは丸、受け入れ検査における溶接部の外観検査は突起がなかったので表面欠陥及び精度に対する目視検査とし、基準を逸脱していると思われる箇所に対してのみ適正な器具により測定した。3、2、1。答えは丸、トルシア型高力ボルト接合の本締めにおいてトルシア型高力ボルト専用の締め付け器が使用できない箇所については高力六角ボルトに交換してナット回転法により適切なボルト張力が導入されたことを確認した。3、2、1。答えは丸、木造軸組み工法の住宅の建築工事に関してタルキノの木桁への留め付けはひねり金物を当て釘打ちされていることを確認した。3、2、1。答えは丸、屋根保護防水絶縁工法によるアスファルト防水工事において平場部の立ち上がり際の 500mm 程度の部分については立ち上がり部の1層目のアスファルトルーフィング類がアスファルトを用いた密着張りとなっていることを確認した。3、2、1。答えは丸、内壁から積み工法による石工事においてはばきの裏には前面に裏ごめモルタルを充填した。3、2、1。答えは丸、外部に面する網入り板ガラスの可変小口及び縦小口下端から4分の1の高さまでの部分にはガラス用防錆塗料を用いて防錆処置を行った。3、2、1。答えは丸、鉄筋コンクリートの躯体に埋設する合成樹脂製加藤電線管 PF 管について壁付きでない梁の横断配管は多数の管をまとめて横断させないようにするとともに柱際から両正寸法以内の範囲での横断を避けた。3、2、1。答えは丸、銅板武器屋根に取り付けるの木問いについては耐候性を考慮して銅との電位差が大きい溶融亜鉛メッキ鋼板製のものとした。3、2、1。答えは×、防水改修工事において既存保護コンクリートの撤去は躯体や仕上げ材に損傷を与えないように質量 10kg のハンドブレーカーを使用した。3、2、1。答えは丸、建築の各部分工事の原価計算における原単位的な概念で部分工事量の1単位あたりの標準労働量、標準資材量等のことを不掛かりという。3、2、1。答えは丸、一般的な設計図書に基づく施工計画に関して設計図書に選ぶべき専門工事業者の候補が記載されていなかったので設計図書に示された工事の内容、品質を達成し得ると考えられる専門工事業者を事前に工事施工者と協議した上で管理者の責任において選定した。3、2、1。答えは×、材料管理及び品質管理に関して工事現場に仮置きする規制コンクリート杭については仮置きするための場所が狭かったので所定の措置を講じた上で同型のものを平置きで2段まで積み重ねる計画とした。3、2、1。答えは丸、ベンチマークから引き出した各階の通り芯と高さの基準になる基準隅について
管理者の検査を受けた。3、2、1。答えは、丸、土工事及び山止め工事に関して、ディープウェルからの用水を同一体水槽に複水するリチャージ工法を採用したので、その必要用水量については、複水しないディープウェル工法を採用した場合より多く計画した。3、2、1。答えは、丸、片枠四方向の構造計算において、通常のポンプ工法による打ち込み時の積載荷重については、打ち込み時の作業荷重と、それに伴う衝撃荷重を合わせたものとし、その値を 1.5 キロニュートン毎平方メートルとした。3、2、1。答えは、丸、交換充填コンクリートの落とし込み工法において、できる限りコンクリートの分離が生じないように、打ち込み当初のコンクリートの自由落下高さを1メートル以内とした。3、2、1。答えは、丸、プレキャスト部材に用いるコンクリートの空気量は、突起がなく、凍結融解作業を受ける恐れもなかったので、目標値を 4.5% とした。3、2、1。答えは、×、サブマージアーク溶接による完全溶け込み溶接において、あらかじめ行った溶接施工試験により十分な溶け込みが得られることを確認できたので、管理者の承認を得て、裏はつりを省略した。3、2、1。答えは、丸、やむを得ず横向き姿勢で行う軸径 16mm のスタッド溶接については、実際の施工条件に合わせた技量負荷試験を実施できなかったので、スタッド溶接技能者の資格種別 A級の資格を有する者が行った。3、2、1。答えは、×、木造軸組工法の住宅の建築工事に関して、中脚部において、短期許容体力に10キロニュートンのホールダウン金物、引き寄せ金物をホールダウン専用アンカーボルトで、近接する箇所については、アンカーボルトのコンクリートへの埋め込み長さが 360mm 以上であることを確認した。3、2、1。答えは、丸、屋根露出防水密着工法による回出アスファルトシート防水工事において、プレキャストコンクリート部材の接合部の目地については、回出アスファルトシートの貼り付けに先立ち、増し張り用シートを両側に 50mm 程度ずつ張りかけた絶縁増し張りが行われていることを確認した。3、2、1。答えは、×、セメントモルタルによるタイル跡張り工法において、床タイル張り面の伸縮調整目地の位置については、突起がなかったので、縦、横ともに4メートル以内ごとに設けた。3、2、1。答えは、丸、軽量鉄骨天井下地において、のぶち及びのぶち受けは、突起がなかったので、屋内を25型、屋外を19型とした。3、2、1。答えは、×、タイルカーペット全面接着工法における接着剤については、粘着剥離、カッコピールアップ、形とした。3、2、1。答えは、丸、複層仕上げ塗り剤仕上げにおいて、主材の塗り付けについては、仕上げの形状が凹凸状の部分を吹き付けとし、仕上げの形状が柚子肌状の部分をローラー塗りとした。3、2、1。答えは、丸、金属板による折り板吹きにおいて、タイとフレームと受け張りとの接合については、風による繰り返し荷重による緩みを防止するため、ボルト接合とせずに住み肉溶接とした。3、2、1。答えは、丸、金属系アンカーの後施工アンカー工事において、突起がなかったので、打ち込み方式のアンカーは所定の位置まで打ち込むことにより固着させ、締め付け方式のアンカーはナット回転法で締め付けることにより固着させた。3、2、1。答えは、×、防水回収工事におけるルーフドレン周りの処理にあたって、防水層及び保護層の撤去端部は、既存の防水層や保護層を含め、ポリマーセメントモルタルで、2分の1程度の勾配に仕上げた。3、2、1。答えは、丸、材料や部材に一定の荷重が持続することによって時間ともに歪みが増大する現象をクリープ現象という。3、2、1。答えは、丸、一般的な設計図書に基づく施工計画に関して、近隣の安全に対して行う仮設計画で、契約書や設計図書に特別の定めがないものについては、
工事施工者の責任において決定した。3、2、1、答えは、丸、材料管理及び品質管理に関して、木工時に用いる造作材の工事現場搬入時の含水率は、突起がなかったので、15% 以下であることを確認した。3、2、1、答えは、丸、道路に外部足場を設置するにあたって、継続して道路の一部を使用する必要があったので、道路使用許可申請書を道路管理者宛てに提出した。3、2、1、答えは、×、建築物の改修工事のための枠組み足場を設置する計画において、高さ12メートルの枠組み足場の組み立てから解体までの期間が49日であったので、その計画を労働基準監督署長に届け出なかった。3、2、1、答えは、丸、壁型枠に設ける配管用のスリーブのうち、開口補強が不要であり、かつ、当該スリーブの径が 200mm 以下の部分については、突起がなかったので、紙チューブとした。3、2、1、答えは、丸、蒸気給気管の配管については、先上り管勾配を1/250、先下り管勾配を1/80とした。3、2、1、答えは、×、屋外で雨水排水横主管と汚水排水横主管とを接続するにあたり、接続する部分に設ける排水マスの他に、雨水排水横主管にトラックマスを設けた。3、2、1、答えは、丸、軽量鉄骨間仕切り壁内に配管する合成樹脂製加等電線管、PF 管については、バインド線を用いて指示し、その指示間隔を 1.5 メートル以下とした。3、2、1、答えは、丸。以上で問題は終わりです。お疲れ様でした。わからなかった問題は見逃さずその日に解決しちゃいましょう。解説付きの丸×問題を見ることをお勧めします。以上、白神小太郎がお付き合いさせていただきました。また来てくれますよね。バイバイ。建築関連の情報発信中です。チャンネル登録よろしくお願いします。お友達にも共有してね。